登場するキャラクターにはね、やっぱり愛着がありまして、どのキャラクターということではなくてね、まあ、好きなキャラクター見つけて、その登場人物にこう感情移入しながら、でしやすい仕掛けにはなってると思うんですよ、この二重の国って。なんかちょっと映画見てるような感覚、あのやっぱりちょっと二重の国ってやっぱ独特じゃないですか、あのキャラクターの質感が、いわゆるこうセル的な、それって結構本当はね、技術的には難しいんだと思うんですよね。線をきれいに出すっていうことって、一見するとフラットですよね。だからフラットな絵をそうじゃないようにこう絵作りしていかないといけない。あるいはこうああいうキャラクターだからこそ特徴っていうものをね作っていくって、なんかこうどん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 足せばいいっていうわけじゃないと思うんですよ、エフェクトなんかを。だその辺のバランスっていうのが要っていうかな、肝心だと思うんで。キャラクターに関する世界観を構築するのにすごく力を尽くしていただいて、期間が今回1以上に長いので、リテイクもですね、1はそんなにリテイクなかったんですけど、今回はあのリテイクとかもやっぱ細かくさせていただいて、エヴァの方は割とこうそんなに苦労しないでできたような気がします。ローランはね、どこの辺の落としどころなのかっていうような感じで、まず顔を決めるのに結構時間がかかって、端的に言えば日野のイメージと合わなかったっていうのが、あるんですけど、まあ顔を決めるのに多分1ヶ月ぐらいかかってるんじゃないかなと。でも結果的になんかいい感じだと思いますね。ヒロインの、シャーティなんですけども、桃瀬さんから最初に原画をいただいた時に、あもうこれは来たなっていう感じで、日野さんにお見せしたら、あもう可愛いねっていうことで一発 OK。 スタジオジブリにいた頃なんかも、ジブリって一見こうファンタジーな作品っていうのもあるかと思うんですけど、例えばこのゲーム二の国に登場するようほどの、なんだろう、モンスターじゃないですけど、そういうものが出てこないですよね。その枠からかなりはみ出たところまで、ね、揺れ幅が大きいっていうかな、それが面白いですよね、やってて。当然その百瀬さんもやっぱりこの二の国の欠かせない個性を持っていらっしゃる方の一人なので、だからキャラクターにね、こう感情移入しながらそのゲームね楽しんでもらえると、あのよりその二の国っていう世界観をね、面白く体験できるんじゃないかなって思います。